リズホウィークリビュー日米株異なる要素11月27日中島が担当いたします目次です米国株日本株まとめの順でお話ししていきますでは先週のマーケットを振り返ってみましょう先週ですね週間で日経平均とトピックスですね日本株は小幅な動き、えー、そして で、米国の使用産指数ですね、小幅に上昇となりました。足元ではですね、米国の利上げに対する不透明感が後退ということで、FRB のですね、この利上げ局面が終了したとの見方が一段と強まったことが相場の追い風となった一方、お休みが入ったという形になりまして、こう動きとなりました。そしてこちらですね、ニューヨークの原油先物ですね、 OPEC プラスの会合が26日から30日に延期となったということで足元で主要産油国の追加減産の合意形成が難航しているというところからですねやや下落という形となってておりますそしてドル円円台での推移となっております。 では、米国株見ていきましょう。日米株、異なる様相ということで、まず、200日線を中心とした S&P500 指数を見ていきましょう。こちらですね、22年の高値がこちら、そして、23年の年初来高値がこちらという形になっております。およそですね、こちらの200日線からの乖離で見ていきますと、200日線プラスマイナスの10%、12%、 のところに帯を入れておりまして、おおよそこの過去2回の高値が200日線プラス10%から12%程度となっているようです。足元ではこの23年の高値をつけまして上値抵抗線を上回ってきた S&P500 指数という形になっているということでですね今後の上値の目処としてはこちら200日線のプラス10%。 1%水準が4700ポイント台ということでですね。さらにですね、FRB が、利上げ終了局面が終了したという見方が一段と強まってくるという、まあ、インフレの原則ですね。今週も PC で触れたと発表されますけれども、まあ、こういった、えー、物価指標がですね、さらに減速してくるという見方が強まってくると、利上げの終了 というような形が交換され上値目度4,700ポイント前後かと見ております。 一方で日本株ということで同様に200日線を中心とした乖離率を見ていきたいと思います。日本株ですね、日経平均株価2021年の高値がこちら、そして23年の高値がこちらとなっております。ここですね、乖離を見ていきますと200日線からプラス20%から25%程度でこの 高値水準となっているという、このような傾向が見えます。そして足元の水準間で見ていきますと、こちら23年の7月高値3万3700円台をつけて、上値抵抗線水準でまだ揉み合っているという形になっています。 ているというこのような傾向が見られるということでですね、えー、まだこの21年と23年の高値水準ですね移動平均線からの帰りで見ていくとやや遠い水準かというところでまずはこの上値抵抗線を上回ってくるかというところが日経平均株価の焦点と見られます一方で仮に下振れるとなりますと2 0 0日線がサポート水準かとも言えそうです。 続いて、日本株の海外勢の売買動向も見ていきましょう。海外勢ですね、足元の水準からして、11月の第3週目にかけましてという形で、現物ですね、4週連続買い越しとなっています。 おりますここでですね0.5兆円程度の買い越しとなっているという形ですね、えー、そしてここにはありませんけれども先物の,の方も見ていきますと3週連続で大幅買い越しということで3週の合計ではですね1.5兆円買い越しになっているという形で日本株はですね全体的には先物主導で上昇したという印象を持っておりますこちら背景にはですね9月から10月 にかけまして先物で売っていた売り方の買い戻しが進んだということで足元3万3000円台での推移という形になっているようですねでは続きまして売買代金の方も見ていきましょうこちら累積の価格帯別の売買代金を見ていきますと 当初の TPBR 企業に対する是正要請が入って 以以降降とといいうことで4月以降で月見ていきますとまず、この3万2000円台に日経平均株価の累積売買代金が積み上がっている傾向が見られるということで、3万2000円台はですね、ここですね、盤弱なサポートかというところが言えそうですね。そして、今後はこの3万3000円台を固める動きかということで、海外勢もですね、小幅ながらも買い越しが続き、 中はですね、ようやく0.3兆円ですね、まあ、4000億弱解雇してきているということで、まあ、先物主体のですね、買い戻しも入ってきたという形になってきましたのでこの3万3000円を固める動きかと見られますそして11月下旬からですね、12月上旬にかけてはですね、3月期の決算企業の中間配当の受け取りもあるということで、まあ、こういった再投資によってですね 買いが入ってくることからこの3万3000円台を固める動きかと見られますでは今週の予定です今週米国での注目が29日の米中物価 ですねまあ、こちらで FRB の金融政策をめぐる議論ですね、確認する流れとなっていきそうです。えー、また30日ですね、米国の PCE ですね、えー、まあ物価指標にも注目。そして で、こちら OPEC プラスの閣僚級会合も開催されるという流れとなります。ということで、全体的にですね、今週は米国の経済指標、物価指標というところ、そして FRB 交換等の発言も相次ぐという形になりますので、米国の経済の先行き、そして金融政策をめぐる議論に注目が集まってきそうです。 では、まとめです。米国株、過去2回の高値は200日前からプラス10。 1%パーから12%ということで、上値余地もありそうですが、これに接近という形になっておりますので、足元急ピッチな上昇からですね、目先スピード調整に備えも必要そうです。そして日本株ですね、海外税買い越しが続いているという形となっております。売り方の買い戻しを巻き込みつつですね、累積売買代金等の見方からしますと、3万3千円台を固める展開かと見ております。 みずほウィークリービューは毎週マーケット情報をお届けいたしますチャンネル登録評価よろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございましたみずほウィークリービュー11月27日中島でした